資材もあと9枚からどっかでまた衝撃しかないか。いいダメージ。ここでシンプルに SMG 入り込んで、さらにショットガンも当てていく。これは意表をついた。シンプルな階段ブースもない入り込み。さらにナエトルさん身内を倒して踊る余裕まで持っている。さあまだ登ってダッシュも使いながら節約して、ここでワンモックス、ワンパン140カット。お産のショットガンの火力が緑のストライカーとは思えないくらいいいですね。さらにワンモックス入り込みは150カットで返していく。急いでリフレッシュ元を探していきたい。さあロングラウンド勝負しているところ、 SMG がうますぎる。 SMG のエイムがうますぎる。ミカエルさんキーマーだよね。いや反転して100カット、ちょっと苦しいが、ここ降りてきたところワンパン返していく。さあ残り 1v1、 1位と2位が最後の対面になるか。このアンチでもうリフレッシュ探さないと苦しいな。ここからちょっと、おーいいダメージ、60カット。ここでボブさんを追っていく。さあもう一発当てたかったが割れてはいない。ただペコさんは粘る。シンプルに SMG 押していったが、ここはボブさんもしっかりと対応して、さあここから残り人数27名、いい SMG ここでしっかり倒したが、この物資は拾いにはいかないというか、いけないか。さあさらに左曲がったところ、いや一段上か。さあここヘンスさんをさらに倒していく。いやボブさんを倒していく。チャグスプ使って資材はあんまり触れれてないけど、一応400にはなってますね。増えはしている。さあここから一旦アンチに入ってネカポとミニポまで飲むことができたら全然いいですね。さあ下からリフレッシュ、アイテムうまく、ここは資材は220。あーまたリフレッシュはしたいやろうけど、流れはいいですね。すごいトントン拍子で取らないといけない瞬間取れてるからな。しかも若干の戻りアンチか。建築物が多いですね。いやー怖い、これは屋根入れられてワンモックス。ただエイムは絶対勝ってるか。いや勝っていく。相手もいいエイムだったが、レアリティも相手の方がかなり高かったが、ペポさんはここでフロッパーさんもゲットして、このままいけば一桁順位はとりあえず入って、あとは最後のミクロイできるかどうか。さあジャンパはする。ここはさらに正面パンダさんも、あれやね、違うパンダさんですね。真空パンダさんではなくて、さあナイトルさんも生きている。正面ここは追い払う形で追跡はせず、残り人数7名。さあペポさんの資材もあと9枚からどっかでまた衝撃しかないか。いいダメージ。ここでシンプルに SMG 入り込んで、さらにショットガンも当てていく。これは意表をついた。シンプルな階段ブースもない入り込み。さらにナエトルさん身内を倒して踊る余裕まで持っている。ペポさん見せてくれる。いや見せつけているのはナエトルさんにか。さあ残りは5名。ローグラに行くのかハイグラに行くのか、勝負はどっちに行くのか、ここはちょっと難しい選択。さあここ落とし込み、うますぎる。見えている。屋根と床を貫通させて相手のフィールド、相手の立ってるマス完璧に見えてましたね。さあ残りまだ4名。どうする、ローグラ勝負。ここはシンプルに入り込んだがちょっと怖いか。相手の資材は木やけど、ペポさんの資材がまずなくなって、ここで上からのプレッシャー消して上で 1v1 してくれている。このうちに下の勝負行くしかないが、アンチは取れた。ただいや苦しい、資材はないんで。オイエム SMG が良すぎる。さあここで倒して回復して残り 1v1v1。 ここで上からは、これ上は降りてこないな。さあ登って間に合えれば最高だが、さすがにこれはザーゴさん耐えている。さあ勝っていったのは灰の魔女さんですね。 GG。 ミカエルさんがポイント的にはこのマッチ現在1位ですね。さあここ外から当てて一旦いいですね。ダッシュうまいこと使いながら上下に移動して回復っていきますね。さあ綺麗にまたワンボックス、重いのか資材も保ててるように見えるんで、リフレッシュ、ここで先端ローグラ取ってるからしっかりリフレッシュ成功すれば最後までいけそうやな。さあここはいろんなチームがダッシュで飛んでくる。お客さんも落とされて、ここはオーケーム、しっかり差し込んでいく。いいですね。ここでしかもスプレーも拾って、おおめっちゃいい。資材も600になりましたね。まあこのままこの高さ横伸ばしでもいいけどな。一応ローグラウンドはさらにローグラウンドへ下がっていく感じですね。いやローグラウンド行くのか。いやイエウェイ安定して、右の壁が怖いが、ここはしっかりと取って、壁取って屋根入れて、うまい。68カット。ここで鉄張られたんで攻めることはやめて、いいですね。安定して、どちらかといえばリスクを消していくような丁寧な対面勝負。ここでまた、あーローグラ先端がやっぱメインなんですね。さあしっかりまたローグラ先端取って、資材は400あるけど、ここ惜しい。6番選手屋根入ってきてるんじゃないか。落とし込み、うまい。 SMG で倒していく。綺麗に相手の進行方向を防いで、これもまたリスクはあんまり感じませんね。いいリフレッシュ。さあまだ登ってダッシュも使いながら節約して、ここでワンモックス、ワンパン140カット。しっかりと隙をついて
最大ダメージ取っていく。いいですね。さらにキャラコンで、キャラコンもいっぱいふんだんに使ってるのいいですね。撃破も伸びれば順位もしっかり、もうそろそろ一桁順位。いやー苦しい。このワンボックス反転階段は相手がもう入り込んでるんで苦しいか。なんとか逃げれている。段差も変えたんで一応相手からのヘイトは止めてるか。いやー粘った、よく粘れたな。ミスト使ってしまったんで耐久は苦しいやろうけど、残り5名でこのアンチの時間やったら、さあ落とし込み、さらに SMG 間に合った。振り向きでなんとか当てていって、さらにこのフロッパーは、いや1個だけ。さあどうだ、アンチ戻ることができるかどうか。残り人数は4名で上りアンチ。ミストは、ああマックスのミストが落ちている。これは美味しい。さらに大外回りでいくか。いやちょっと苦しそうだが、どうだ間に合うか。ここをジャンプとかでなんとかこなせればいいですね。いいとこ見つけた。さあ先端ローグラはもう一人同じ高さにいるが、下がることができれば、いや一段上げていく。いいですね。さあ空間は取れた。さあ飼育さんも生きている。いやー苦しい、かなり場所が苦しいが、ローグラ今度は下っていくアンチ。ローグラウンドは韓国勢2人。ハイグラからのプレッシャーがないのが気になるが、ここはミカエルさんようやく落ち着いて準備整えていけそうですね。さあピーターパンさんが飼育さんに落とされて 1v1v1。ハイグラは、あ、さすがに打ってきましたね。誰やろな。さあ、ハイグラ勝負、いった。さあ、惜しい。当ててはいる。さらに上壁取って、相手資材なさそうだ。さあ、ここで相手が降りていって、そこ落とされて、1v1 してた瞬間に、ミカエルさんが即降りて。さあ、ここからは、次のアンチ、切り替わりタイミング。山上の方に行きますね。まあ、このアンチ自体は高さは大きくは変わらない。さらに、ここで、段差を変えながら、反対側にまず横に移動しましたね。縦ではなく、横移動。そしてあとはシンプルに縦移動できるように。ミカエルさんも生きている、ザゴさんも生きている。トップ3は生きてますね。まだ全然大丈夫。さあペコさんはそろそろどっか攻めていきたいか。さあミカエルさんも生きている。さあワンボックス入っている。ここはオートの強み、建築を壊しながらショットガンを撃ちまくってくるが、なんとか鉄を置いて時間かけて戻れそうではありますね。ただそろそろ苦しい。後ろから狙っていけるか。いや惜しい、背面階段差し込まれて、資材も残り9枚。フロッパーとミニコーを飲み切って、もうあとは出し切るしかないですね。残り16名。さあまたアンチ外のところから、いやー見えてはいた。いいエイム、勝っていく。 SMG 勝負で勝っていく。さらにダッシュでなんとか元に戻ることができれば一応回復はできる。残り資材200に増えてはいる。さあただ相手ちょっと、これはペコさんのことを待ってるか。さあ相手のムーブがちょっとあれやね、陽動作戦っぽく見てますねペコさんのこと。さあ残りは13名、ようやく一桁人数まであと一歩か。ギリギリまだリフレッシュしなくても伸ばせるけど体力怖いですね。ワンパン圏内。さあここで SMG 張り込んで壁取って、うまい160カット。しかもライトハンドピークを徹底してキャラクターを細く出してしっかりと当てていく。さあここでさらにワン撃破取って、ミニポーめっちゃ持ってるが持ち物入れ替えてフロッパー1個がいいですね。これで一旦落ち着いてアンチが見て、いや待たれている。ここレイナーさんの車線はしっかりかいくぐって自分のボックス作っていきたいですね。さあ段差が怖いが、ここはしっかり丁寧に張り替えながら前に前に進んでいく。いいですね、これで安定した。さあ残りはまだ10名。ザゴーさんがここで落ちる。ザゴーさんの方が順位的にはペコさんよりも高いんで、ペコさんはここが大チャンス。さあここからは一桁順位。まだミカエルさんは生きている。王者圧倒的か。さあペコさんも自分のローグラウンドのフィールドは作って、あとはちょっと起伏がある上りアンチなんで、ローグラからペコさんのボックスに押してくるのが怖いですね。下から取るか。いやーここは見えている。マナ君さん倒してミカエルさんがそこに移る。さあ残りは5名。ここは無理していかず、残り6枚の資材でどう出るか。さあここはジャンプ打ち当てていく。さらに落とし込みできるかどうか。落とし込んで倒していく、うますぎる。さあ残り3名。ただ1位も生きてるか。さあここ登れない、ちょっと苦しいが、ここ降りてきたところ、ワンパン返していく。さあ残り 1v1、 1位と2位が最後の対面になるか。ローグラミカエルさんで、ハイグラウンドはペコさん、ポイント的には間違いなく1位対2位。さあここでペポさんが勝たないと逆に1位はないか。さあ M 勝負は、いやここはミカエルさんが外さない。ミカエルさんの SMG が外れない、強すぎる。今のところミカエルさんは物資を削りながら来てる感じですね。ジャンパーも2枚あって、回復も着地も9個あったけど、それを全て使いながらアンチ移動しますね。さあここでダッシュをしながらローグラ先端、やはりローグラ先端。そしてここローグラウンド、走ってくる敵をちゃんと取ってダッシュでピットアンドアウェイのように物資を拾って帰っていく。いいですね、ミカエルさんはもう徹底して本当にソロのローグラ戦隊っていう一つの立ち回りを感じますね。さらにここの戻りアンチ丁寧に反応して、さあ段差を上げて、ここは無理して取りに行かない。そして物資見てる隙をちゃんと当てていく。さらにここは当てて、おいエイムお前、全て当てていきますね。
ちゃんと相手も資材なさそうやったからな。しっかりと当て切ってミカエルさんまた元に戻っていく。さあギャラコンの使い方もうまいですね。やっぱりダッシュをうまく使ってここら辺のカバーできる距離感を広げてますね。さあ一旦落ち着いて資材は残り300。ここはまだローグラにはいかないか。最後のアンチがちょっと上り気味なのを把握してしっかりこの最終的にはローグラになるっていうドッキングするポイントを考えてますね。さあただ言うて資材は21。ここは入ってきたところは SMG でカウンター、さらにもう一人入ってくるけど避けていく。資材多くは取れてない。残り資材は3枚しかないですね。さあここで急いでリフレッシュ元を探していきたい。さあローグラウンド勝負してるところ、 SMG が上手すぎる。 SMG のエイムが上手すぎる。ミカエルさんギマーだよね。いや反転して100カット。ただここ取っていったのはペコさんになった。なるほど、マナ君さんがかなり削られた理由はミカエルさんの振り向きワンパン上手すぎたが撃破取ったのはペコさん。そしてここで残り4名。さあ最後の局面で残り 1v1v1。 ペコさんをここで落としがギリギリできなかったのか。ただここでミカエルさんは一旦落ち着いて全ての資材をふんだんに使って、ここでペコさんが上に逃げていったけどミカエルさんは得意のローグラウンドしっかりと取っている。そしてここでまあやっぱ体力もあったからな、ペコさんとの勝負。ここは SMG 外さんね。ローグラには見えたらな。さあま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 あ言うてスプレーがあるんで、ここはおおジャンパを臨場しに行く。下回持ってるとこういうのができるからいいですね。パンダもいい。さあここでショットガンは当てられたが大ダメージにはならず、ゆっくりと自分のボックス作っていったが、やはり木の建築やからちょっとヘイト買いやすいですね。一旦落ち着いて下からのヘイトもちゃんと止めれるように、横と下ちゃんとカバーできるように、あれやね90度 ×2 この屋根編集で守れてますね。さあここでまた、いやーうまい。ジャンプした瞬間をペポさんは外さない。いいダメージ100ぐらい入ったんだろうか。シーンを捉えてたか。さらにミストを拾った。資材はアストロノースさんの資材下に下がっていってしまったんで、ここはちょっと触れることができないが、アンチアプランに戻りそう。さらに後ろからいいダメージ当てていく。マカフィンさんも耐えてはいるが、ペポさんのショットガンの火力が緑のストライカーとは思えないくらいいいですね。さらにワンボックス入り込みは150カットで返していく。うますぎる。さあ残り人数は20名。撃破は3撃破ではあるものの、今ではもう決まったようなものか。エイム力が高すぎるさあ資材がでも手に入ってないですね。さっきの撃破の資材増えてないか。一旦ここはハイクスプレー使いながら、もうちょっとあったと思うけどな、これどっかに落ちちゃったかもしれんな。さあミストは重いのか、回数多くはないからな。アンチが切り替わってどっちのアンチに行くか。この低空ジャンパーもジャンプ小ジャンプなら便乗できるんで、うまいこと移動はできますね。ただ資材ゼロ、もう平歩きで行くしかない。 SMG 入り込み、入り込んだ。ここは相手の体力もあるからな、ちょっと苦しい。さあまたローグラウンドに逃げていって、さあナイトルさんも行ってますね。ミスターさんも行っている。賞金圏内の可能性が高い選手たちは行っている。ここは OEM 当てていく。さらにローに下っていった資材を拾って、いやーうまい、うますぎるさあ残りは3枚。ナイトルさんは生きている。ペポさんはローグラウンド抑えれそうだけど、抑えるための資材がやはり増えないですね。あと1枚しかない。ずっと苦しいな。さあピーターパンさんを落とし込みで狙っていくが、ここはどっちの SMG を使うかも選択のところ。さあ落として、ここは SMG 差し込んでいく。さらにここでミストも拾って、資材はまだ増えないが全然生きてるだけでもいいですね。撃破も増えて残り人数7名。完璧なリフレッシュの見どころで、スプレー増えたんでここでもうちょっと時間かけてもいいかもしれませんね。一旦横の壁を開けて、とりあえずルートを作ってアンチ外からしっかり攻めれるところを見ていきたい。さあカツさん、イタツさんがここはロー HP になってるところ、いや取られていく。カタクリさんが取っている。ペコさん、カタクリさんと勝負できるかどうかやな。カタクリさんいい位置取ってますね。さあペコさん資材がなくなってローグラウンド。さあシークさんが出てくるが、ここはショットガンを外さない。シークさん重いのか、下回めっちゃ持っている。フロッパーさん、チャグスクは1個だけだが、ここでまた時間かけて戻れそうですね。さあカタクリさんがローグラウンドをしっかり取って、ハイグラペコさんはナイトルさんに打たれて、ここは警戒されたか。戻るの難しいですね。ハイもローもちゃんと警戒してそうやな。さあペコさんは時間をしっかりかけてハイグラに戻っていくが、ナイトルさんのエイム力、ここはしっかりと当てていく。さらにここカタクリさんも戻っている。さあまあ時間もあと6秒やからな。ナイトルさんのこの体力
足りるかどうか。片栗さんもだいぶいい体力してますね。いや減ってる。ミストは使ってない、ミストは使ってないがどうだ。さあ今、いやーここは片栗さんもエイムの打ち合いに応じて粘って勝っていったのは最後は片栗さんですね。今シーズン初のソロキャッシュカップ決勝1位を取ったのはミカエルさんですね。152ポイント、2位がペポさん127ポイント。